絶対いるね。いるね。オッケー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 。これはね、もうね、腹痛音量なんで、絶対無理ですね。100% 無理。もうこれ突っ込んだら、突っ込んだらもうこうなるから、無理だよね。絶対に。よし、オッケー。はい、どうも皆さん、こんにちは。僕です。ということで、今回はクラウンを使ってサファーケーションピットで遊んでいきたいと思います。ということで、今回のコンセプトはなんですけども、チェイス特化クラウンということでですね、やっていきます。そして今回持ってきたパークなんですけども、最後のお楽しみですね。まずクラウンに強い最後のお楽しみ。それと、腹痛音量の、組み合わせですね。オッケー。さあ、こういう建築をまず壊していきましょう。タッチバグがすごいな。よし。さあ、まず、一発当てていきます。オブセッション以外なんで、最後の生存者じゃなくて、最後のお楽しみのトークンが溜まりますよと。ちょっとごめんね。めちゃめちゃタッチバグがすごい。よし、追っていきましょう。そして、前かしじゃなくて、今回はクラウドコントロールを採用しています。タッチバグがすごい。やめてほしい。よし。タッチバグすごい、マジで。やばいね、ちょっと。で、クラウドコントロールですよ、と。オッケー。で、殴って、オブセッションじゃないんで、最後のお楽しみトークンが溜まりますよ、と。よし。ちょっと戦えないレベルのタッチバグだな。待ってね。よし、しっかりリロードしていきましょう。さあ、回してないね。オッケー。じゃあ、向こう側しっかりと、索敵していこうか。おそらく丸太と交友がね、2台ついてもおかしくないと思うんだよね。チェーン系パークが一切ないから。つかないかな？丸太は壊しておきたい。よし。オッケー。二つくよね、やっぱりね。でも、固有が二つかつくの。なるほど。あれはオブセッションのネアか。あんまり殴りたくないけど。まあいいや。トークンは、まあどっちみち溜まるので、全然オッケーですかな。思います。よし。さらにクラウドコントロール、エロディも来た。オッケー。これこのまま救助いっかな。どうだろう。これしっかりやっていきたいね。これでも釣り交換はできないはず。おお、デッドハード使う。それうまいね。瓶があったらいけたね。オッケー。さあ、担いでいきましょう。オッケー。まあ、まだまだ全然ね、小屋の方に固まる道筋は見えてるので、全然 OK ですかな、と思います。さあさあさあ、ジェイクはどこ行った？まあ、いいや、とりあえず発電機見に行こうかな。やってないね、こっちね。救助行った。OK。まあ、おそらくネアちゃんじゃないかな、と思います。どっちに逃げたかな？小屋の方に逃げたっぽいな。先そっち行くべきだった。どの道、多分隠密してるはずなんだよね。二人ぐらい。いるね。オッケー。惜しい。まあ、でもこれ腹痛音量なんで全然オッケーですよ、と。で、瓶の中毒時間が長すぎるんで、デッハ使ってもおそらく間に合わないはず。ストライクか。オッケー。ストライクなら全然、これは逃がしましょう。他の発電機見る方が優先ですね。さあさあさあ、こっちの発電機やってる人を探したいんだけど、やってんね。オッケー。さあ、一発殴っておく。さあ、まあ、小屋板入ってくれても全然オッケーだけど、どうだろう。マドン突っかかっちゃった。お、これは入ってくれないんか。だったら、間に合うんじゃないか。よし、オッケー。で、腹痛量なんで、しっかり板を壊しておきましょう。よし。いるね。さっきのエロディが。で、真ん中の、木材のところつけられたら、まずいね、ちょっと。あそこは絶対につけられたくない。危ない、危ない、危ない、危ない。三つ住んでるところだった。よし、オッケー。さあ、このまま、誰だったっけな？ジェイクかな？ジェイクに関しては、小屋の方行ったか。ジェイクに関してはトンネルしてもありだね。この子一発殴っておきたい。このエロで一発殴っておいて、よし、オッケー。で、また真ん中回すんじゃないかな。どうだろう、回さないかな。オッケー。ドワイト来たね。よし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 。これお楽しみトークン貯めたいから、ちょっとドワイト狙いたいけども。でもネアちゃんの方が近いか。一発ネア殴っておこうかな。またドワイト戻ったね。よし。これ一発殴っておきましょう。そしてまた戻るはずなんで、このままドワイトを狙おう。いや、厄介だな、ドワイト。めちゃめちゃ厄介。
よし、一発殴る。しかも小屋の方行くか。これはありがたいね。ちょっと毒瓶が欲しい。小屋直されたらちょっと厄介だな。蹴っておこう。落ち着いて蹴っておきます。よし、落ち着いて見れてなかったね。デッドハードはあってもこれは届かない。オッケー。で、できれば小屋の方に釣っていきたいかな。で、飛びのジェイクを、飛びのジェイク多分おそらく小屋回してるはずなんで、多分分かってたら二人で回してそう。小屋の方回してるね。これが二人だったらいいんだけど、エロディ、うん、二人で回してるね。オッケー。いい、よし。これはジェイクを狙っていきます。よし。おそらく小屋板吐くはずなんで、しっかり表側から行こうか。で、ネアは向こう側にいますよと。オッケー。あ、でもあのジェイク飛びだな。よしよし、狙える狙える、これ。よし。ジェイク狙っていきましょう。まあ、出は入ってくるんで、しっかりここは、お楽しみトークン、7トークン貯めて、釣っていきましょう。ちょっとまずいね、これね。向こう側2つがつきそうなんで、これは守りきれないかなと思います。OK。まあ、7トークン溜まってたんで、全然一発与えても問題はないかなと。よし。まあ、エロディがおそらくまだいるはず。いるね。で、小屋つけられたくないんで、小屋の方も蹴っておきたい。いるね。これドワイト？もしかして。ドワイトだ。やった。これドワイトってことは向こう側回してないな。オッケー。自分の毒ガスで全く何も見えなかったわ。オッケー。これ届かないでしょ。よーし、オッケー。でかい。さあ、これで小屋の方に釣っていきたい。さすがにやっぱり遅延系パークないのはかなりしんどくなるね、戦いが。さあ、ここはまだ回してないと。だったら、小屋の方を回してそうな気はする。小屋の方の発電機蹴ってないんでね、回ってもおかしくないんだよね、正直。いい、よし。で、小屋の方蹴りに行こう。全然助けられても OK。まず、小屋の方を見に行きたい。よし。あ、でも言うて2つぐらいしか回ってないのか。OK。さあ、じゃあしっかり、お、いるね、ネアちゃん。OK。小屋板入ってもらおうか。相打ちにしたい。よし、オッケー。今のは加速瓶のおかげで、ちょうどね、殴れたね。いいよし。そっち行く。オッケー。六窓の方を毒ガスで封じよう。まあ、これ食らわないってなったら遠回りしなきゃいけないんで、このネアちゃんみたいに。オッケー。デッドハード、オッケー。いいね。お楽しみトークンは3トークンになるんですけども、全然1ダウンできるならオッケー。これだけでかなりの遅延になるからね。よし。さあ、このまま木材を二人で回すかな。エロディはストライク持ちなんで、そこを忘れないようにしていきたい。まだまだ試合は長そうだね。よし。さあ、蹴っていこう。さあ、どんだけドワイトを早めに落とせるかにかかってきそうな気はしますね。まあ、エロディはおそらく近くで隠密してるとは思うんだけど、この足跡が、エロディだったら、これロッカーいるんじゃない？いない？この足跡がエロディだったら、おそらく救助にはいけないはず。あ、1点ね。オッケー。しっかり毒浅手でいこうか。よし。これでお楽しみトークンを貯め直していきましょう。まあ、クラコンなんで今回。来る？来る、オッケー。いいね。このエロディを即ダウン持っていけたのはかなりでかい。よし。じゃあ向こう側に持っていきましょう。まあ、今回ね、クラウドコントロールがね、サファケーションピットだから、サファケね、6窓がね、めちゃめちゃ強いため、さっきの場所ね。さっきの場所がめちゃめちゃ強いから、クラウドコントロールは生きてくるんだよね。だからめちゃめちゃ強いと思います。この構成、サファケではない。サファケではめちゃ強い。まあ、他のマップではって考えたら、まあ、めちゃめちゃね、生きるわけではないんですけども、特に強いのがサファケだね。よし、これ加速瓶使っていこう。待てよ。オッケー。で、エロディは無視してストライクなんで。無視して、こっち側で救助した人を探していきたい。まあ、おそらく隠密してるんじゃないかなと。オッケー。やっぱり救助して、足跡が何もなかったんで、足跡か、が何もなかったんで、まあ、隠密は確かだったね。それ食らわないか。飛ぶ。オッケー。まあ、クラコンなんでね、もう一回飛べることはできませんと。オッケー。でも、すぐにね、
オブセッションのネオをやったとしても、2個前にやったとしても、お楽しみトークはね、7トークンですぐ溜まるんで、全然オブセッションは狙っていってもいいかなと思います。さあ、こっからはもう回らないと思うんだよね、さすがに。オッケー、ドアイトも飛び出し、2人で2台を回すってのはなかなかしんどいかなと思います。端っこから行こうか。クラウドコントロール壊す。ってことは、今、ネアちゃんが、出血直して、で、壊すってことは、向こう側にいるな、エロディ、絶対に。いるね。出血直しながら、トーテム壊すことなんて絶対できないから、絶対いるね。いるね。オッケー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 。これはね、もうね、腹痛音量なんで、絶対無理ですね。100% 無理。もうこれ突っ込んだら、突っ込んだらもうこうなるから、無理だよね、絶対に。よし、オッケー。まあ、負傷直してなかったんで、まあ、5トークに貯めることはできなかったんだけど、まあ、それでも全然、オッケーかな。よし。さあ、蹴っておいて、最後のネアちゃんを見つけに行きましょう。まあ、ネアちゃん出血直してたんでね、どうだろうね。いるのかな、小屋の方に。めちゃめちゃここを回してた、そうにしてたから、いてもおかしくはないけどね。いるね。見えたわ、今。よし、OK。まあ、クラコンは高速乗り越えかな、窓の。高速乗り越えをしないと、これは多分釣り交換みたいな感じかな。デッドハードはない。OK。いいね。まあ、お楽しみトークン崩れるけど、こうなったら全然 OK。で、窓の高速乗り越えで、あ、でもクラコンはもうあれか、壊されてんのか。OK、なるほどね。さあ、このまま、しっかり毒ガスを当てて、最後終わりかな。あ、でもこのエロディに関してはデッドハードあるんで、それだけをね、気をつけていきたい。OK。溜まってなかったのかな、多分。さっき使ったから。よし。ちょっとやっぱ遅延系、パークないのは、めちゃめちゃ怖かったけど。だいぶ集中してしまったけど。まあ、チェイス特化型クラウンということで、やっぱチェイスに関しては、クラウンがめちゃめちゃ強いね。腹痛音量はもうクラコンも刺さったしね。で、お楽しみも、硬直なしだから、ほとんど。だから、全パークが生きた試合になったんじゃないかなと思います。いや、危なかった。途中、ここの木材とか回しかけられてたからさ、やべえと思ってた。危なかったね。まあ、サファケの生成に結構、今回は助けられた試合になったかなと思います。ということでね、この動画を見てね、クラウンが使いたいと思った方は、高評価とチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、僕でした。バイバーイ。